ヘンリーパスへの肖像。股の部分にコットピースがある。コットピースとは14世紀から16世紀末にかけて流行した股間の前開き部分を覆うための布のこと。フランスではブラゲットと呼ぶ。小物などを入れるようにも当てたため、日本語では小袋と訳される。16世紀には当時の体型を誇張する風潮から、 爪物や装飾が施され男らしさの主張となった。16世紀頃の金属製コットピースアントニオ、ナバジロの肖像。1565年元々はラッツと呼ばれ、中世ドイツの農民の間で股間を保護するために、考案された。当時下半身を覆うショースは、長靴下のように左右別々に履くもので、上着に紐などで6箇所ないしそれ以上で結びつけて、身につけていた。 したがって、活動しやすくするために、股間を覆う布が必要だった。上着は、ブリオーと呼ばれるシンプルなチュニックの一種や、コタルディと呼ばれる細身の前開きの服で、裾は股間を覆い隠すのには十分な丈があった。ラッツは、あくまで陰部を保護するための実用的な役割に、とどめられていた。しかし、15世紀頃から、軽快な服装に人気が集まり、 衣服の丈は短くなり始めた。この頃、もともと鎧の下に着る、防弾衣だったキルティングを施した、ダブレット、または、プールポワンと呼ばれる衣装が、日常着となった。従って、ショースは、尻が縫われるようになり、体にぴったりと密着するようになった。しかし、ショースの前は、腰弁のために縫われないままであったため、コットピースは、必需品となる。 ぴったりとしたショースに取り付けられた。コットピースは男性たちが己の魅力を競い合うためのものとなって色鮮やかなリボンやレースなどを飾られるようになった。16世紀に入るとダブレットの詰め物を肩や腹に厚く入れることで体型を誇張する流行が生まれる。コットピースにもやがて藁やおがくずといった詰め物がされるようになった。コットピースはすでに貴族や王族にも浸透しており、 高価な生地で仕立てられ、宝石を飾ったコットピースも現れる。袋状に縫われたコットピースは小物を入れる用途にも当てられ、果物や菓子、貨幣などを入れて持ち運べた。近代まで子供の服は成人のミニチュア版であり、少年たちもコットピースを身につけていた。今日におけるコットピース着用例、Wikimedia Commons にはコットピースに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。